ネイザムズは、ノルウェーとアメリカが開発した中高度防空ミサイルシステム。ネイザムズは、世界初の AIM-120 アンロム空対空ミサイルを地上発射化したシステムであり、分散、ネットワーク化されているとともに、西側諸国で初めてアクティブレーダーホーミングを用いた地上発射ミサイルシステムでもある。ミサイル本体の名称は SL アンロム。 ノルウェーの企業コングスベルグディフェンスエアロスペース社がレーセオンと開発チームを編成し、ノルウェー軍と協力して開発が開始された。最先端のネットワーク中心対空防衛システムで、あるネイタームズは1998年に正式に実戦配備されたが、初期型は早ければ1995年には配備可能だったとされる。 1990年代後半まで、ノルウェージャンソリューションとしても知られる、ノルウェー軍の対空防衛策は3種類の、兵器システムより構成されていた。それぞれボフォース 40mm 機関砲、ビームライディング式の RBS-70, MANPADS システム、そしてネイツアムズである。これらシステムはすべて優先、無線通信を経由して、ARCS を用い統合されている。ARCS は、 上層部との情報伝達を保ち、また、遊軍航空機への同士打ちを防ぐ。ネイザムズの性能は分散性と、ネットワークにより強化されている。ノルウェー空軍とキャディは、ネイザムズにと呼ばれる中期アップデートを施した。このバージョンは2006年に、ノルウェー空軍への最初の引き渡しが行われた。両者の大きな違いは、地上レーダーの強化だけではなく、 リンク16を用いることができるようになったことであり、2007年に実戦配備された。このシステムは、アメリカ製アン、m p q 6 4 3次元レーダーと、ファイアディストリビューションセンターと呼ばれる、ノルウェー製 BMC4i システムを備えた、アンロムを統制する。FDC は、t p q 3 6 a と共にアクイジション。 レーダーコントロールシステムを形成している。このミサイルは2 5トル以上の射程を持つ。スペインとオランダが購入、運用していたが後に、ネイザムズ2にアップグレードされた。2009年4月には、フィンランドが QK37 ブークを代替する次世代、駐射程防空システムとして採用。2017年4月10日には、オーストラリアのラント19フェーズ7バイトプロジェクトにおいて、 採用された。2006年、ノルウェーの雑誌オカナムスク・ラポールは、大統領就任式の期間中に数機のネイザームズが、ワシントン DC 上空の防衛に用いられていたと、発表した。このレポートによれば、ホワイトハウスを防護していたとされる。アメリカ大統領防衛の特殊任務についていたと、この雑誌は報じている。ケイダノトア・サンズ氏はコメントしなかったが、 一方で、レーセオンやアメリカ空軍とこの兵器に関して契約していたとも認めた。オカナムスック・ラポールの発表が行われた2006年3月から1年後、ノルウェー空軍の公式ホームページでこのことが、より詳しく事実だと認める記事が掲載された。3機のネイザムズ発射機が、アンドルーズ空軍基地、フォートベルボア、海軍対地戦センターのカーデロック手段に、 配備されているのが Google Earth ではっきりと確認できる。ありがとうございます。